こんにちは、マッピーホットのエリナです。今日はライトルームクラシックにある補正ブラシについてシェアしていこうと思います。補正ブラシはもうその名の通りブラシのように塗ることができて、その塗ったところを設定次第で明るさを変えたり色を変えたりすることができます。写真編集で何枚もこの一部分だけの明るさを変えたいという時にかなり役立ちます。で、今回はライトルームクラシックの補正ブラシについて大きく分けて2つのことを見ていきます。1つ目が補正ブラシの使い方、2つ目が補正ブラシの細かい設定です。で、今回ライトルームクラシックで見ていくのですが、ライトルームにもブラシはあって設定などもほとんど同じなので、どちらか使いやすいソフトでぜひやってみてください。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。役に立つじゃんと思った人はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではライトルームクラシックでやっていこうと思います。では一つ目の補正ブラシの使い方を見ていきます。現像に来るとこのように編集の画面にやってくるのですが、ここの上の方の右側に横長にブラシみたいなのがあると思います。これがブラシ、補正ブラシです。で、ブラシをクリックして写真の方に持ってくるとこんな感じで円が出てくるのですが、これで塗っていくことができます。で、ここにも編集の画面があります。ではとりあえず塗っていこうと思います。で、こんな感じで塗っていきます。で、ちょっと見づらいなという時はちょっと大幅に露光量なんかをこうやって上げていくと、もうどこを塗ったか分かりやすくなるので、ちょっと振ってみて分かりやすいようにしてみてください。で、上のドーナツだけ塗っていきます。そうするとこんな感じになりました。で、ここの設定を塗った後または塗る前に変えることができるのですが、先ほどは露光量を大幅に右にずらしてやったのですが、ここを一旦0にしたいので露光量のところをダブルクリックします。そうするとこのようにゼロになりました。で、ここは明るさだったりも変えられるし、下の方に行くと色相というのも出てきます。ここの色相はもう自由に色を変えられるような感じになるので、これもまあ見やすいかなと思います。もうここは本当に自由に塗ったところの明るさだったり色だったりを編集できるのがもうブラシの大まかな使い方です。で、ちなみにブラシで塗ったところも点があるので、ここをクリックしてドラッグすればこのように場所をそのまま移動することもできます。では2つ目の補正ブラシの細かい設定を見ていきます。まず効果の変え方です。これはブラシで塗った後にどのように変えるかというのを決めることができます。先ほどもちょろっと見たのですが、上の方に行くと色温度、こんな感じに青っぽくしたり黄色っぽくしたり、あと色かぶり補正、こんな感じで全体よりまたはグリーン寄りにすることができます。そして露光量、もうここら辺は明るさだったりコントラスト、ハイライト、シャドウなどを変えることができて、で、下の方に行くとテクスチャー、明瞭度、霞の除去などあって、で、その下に色相があります。これが結構面白くて、こんな感じで色を簡単に変えることができます。で、下に細部の調整をしようというのがあるのですが、これにチェックマークを入れると大幅にこのレバーを振ろうとしてもこんな感じで細かい動きしかできなくなります。なので、もう大まかな色は設定できたけど細かい色をちょっと直したいという場合は、ここにチェックマークを入れてこのレバーを動かしてみてください。そしてサイド、あとシャープ、ノイズ、モアレ、フリンジ軽減など塗ったところを編集できるものがたくさんあります。で、ちなみにこの設定は塗る前でももちろん OK だし、ブラシで塗った後でもこのように簡単に変えることができます。では次にブラシの調整方法を見ていきます。まずブラシのところに A と B というのがあるのですが、この2種類のブラシを用意しておくことができます。なので、例えば A はちょっと大きくてがっつり塗れるもの、そして B はちょっと小さくしてこんな感じで細かいところを塗れるものというふうに設定しておけば、もう A でがっつり塗って B で細かいところを塗ってという風にブラシを設定し直さなくても2種類のブラシがあるので、もうパッと塗ることができます。で、次に出てくるサイズはそのままブラシのサイズで、左にすればするほどこのようにブラシが小さくなっていきます。そして右にすればするほど大きくなっていきます。そして次にぼかしです。ぼかしは右にスライドすればするほどぼかしが入ったブラシになります。そして左にすればするほどがっつり塗るようなブラシになります。で、次に流量です。流量はどれぐらい塗るかという感じです。右にスライドするとがっつり塗れてこんな感じで塗ることができます。で、逆に左にするとこれぐらいもうほとんど見えないぐらいうっすら塗ることができます。ここはちょっと上げてもいいのかなと思います。
次に自動マスクです。この自動マスクにチェックマークが入っている場合は、塗った時になるべくはみ出ないようにこんな感じで塗ることができます。なのですが、自動マスクのチェックマークが入っていない場合はこんな感じで、もう自分が塗ろうとしたところを塗っていく感じなので、結構はみ出た感じになります。なのでまあここの自動マスクは基本的にまあチェックマークを入れていいのかなと思います。で次に密度です。密度は先ほどの流量とあまり変わらず、うっすら塗ったりがっつり塗ったりすることができます。まあですが個人的には密度を100にして、流量をこのように下げたり上げたりして、がっつり塗るかほわっと塗るかというのを決める方がいいかなと思います。そしてちょっと上に戻って、消去というボタンがあります。これをクリックするとブラシで塗ったところを消すことができます。こんな感じで塗ったところをこのように塗っていくと、こんな感じで補正ブラシが塗ったところを消すことができます。でちなみにこの消去のブラシもこのようにサイズを大きくしたり、ぼかし加減や流量を変えることができるので、まあ、そこはもう先ほど説明した補正ブラシと同じです。ではまたブラシ A に戻ります。では次にこの範囲マスクです。この範囲マスクは補正ブラシで塗ったところの範囲をカラーや輝度でさらに限定的に選択範囲を選ぶことができます。ちょっとビフォーにして、例えば一番上のドーナツの青いところを今補正ブラシで塗ったわけなのですが、青いところの中のここの明るいところを残したいという時にこの範囲マスクを使うことができます。ではまたアフターにして、そして範囲マスクを今オフになっている状態なのですが、まずカラーを選びます。そうするとこの左側にスポイトが出てくるので、このスポイトをクリックします。そして選びたいカラーのところをこのようにクリックすると、こんな感じでここの色はここだよというふうに教えてくれて、ここが選択範囲になります。で逆にちょっと暗めの色をこんな感じでクリックすると、このように暗めの青いところだけが選択範囲として残ります。これが範囲マスクのカラーです。で次に輝度を見ていこうと思います。ではこの範囲マスクを輝度にして、そうするとまた同じようにスポイトツールが出てくるので、またスポイトツールをクリックします。で輝度の場合は明るさで選択範囲も限定できて、例えばここの暗いところだけを選びたいという時にスポイトツールでクリックすると、こんな感じで暗いところだけを選択範囲として選べます。で輝度の場合はこのように輝度マスクを表示、範囲、滑らかさが出てきます。輝度マスクを表示をクリックすると、このように白黒で表されて、より明るさが分かりやすくなるので、例えばもう真っ暗なところをクリックするとこんな感じで真っ暗なところだけが選択範囲に選ばれます。もうこの輝度マスクを表示はもう見やすくするためのものという感じです。では一旦チェックマークを外します。で下の範囲というのは、まあ、そのまま範囲を変えることができます。例えばこのスポイトでちょっと明るめのところをクリックします。そうすると明るいところだけが選択範囲として選ばれたのですが、この範囲というスライダーでも選択範囲を変えることができます。この範囲のスライダーは二手に分かれているわけなのですが、例えば暗いところを抜きたいという時はこの右のスライダーを左にスライドしていきます。そうすると明るいところが選択範囲に選ばれなくなりました。で逆に左側は暗いところなので、暗いところを抜きたいという時はこの左のスライダーを右にスライドします。で逆に暗いところを足していきたいという時はこんな感じで左にスライドすると暗いところを選択することができます。で下の滑らかさは例えばこんな感じで範囲を設定して、そして滑らかさをこのように動かしていくとより滑らかになるのか、それとも結構ガッツリになるのかというのを決めることができます。このようにブラシの設定を変えることができます。でちなみにこのブラシ全体の範囲を一旦見えなくしたいという場合は、左下のこのオンオフみたいなものをこのようにクリックするとこのようにオフになります。そしてこのようにもう一度クリックして上になると表示されます。そしてこのブラシの範囲を消したいという時はここの点のところを一旦クリックします。そして右クリックをして削除をクリックするとこのようにきれいに消すことができます。はい、今回はライトルームクラシックの補正ブラシについてシェアしてきました。補正ブラシはもうブラシで塗って、その場所を設定次第で明るくしたり暗くしたり、あと色を変えたりすることもできます。この補正ブラシを使えばもうわざわざフォトショップに移ってレイヤーマスクを使ってで編集する必要もないので、もうライトルームクラシックで完結できて、もうかなり便利で効率的です。なのでライトルームクラシックを使って大量の写真を編集する人はぜひこの補正ブラシを使っていろいろ編集してみてください。
で今回補正ブラシでやってきたのですが、他にもライトルームクラシックには段階フィルターや円形フィルターなどあるので、そちらについてはこちらの動画でアップしているので、詳しく見たい人はぜひそちらもチェックしてみてください。ライトルームクラシックの補正ブラシすごいじゃんと思った人は、いいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。